火薬エヴァ、え、嘘でしょ、火薬さんエヴァ、なんで、え、なんでなんでなんで、なんでみんな怖いんで、美容師の暴言で何日分、あ、なんか佐藤さんはなんか飲酒運転、何日番なのみんな、一日、かわいそう、リリーさんイベント最終日だ、リリーさん、うわー、リリーさんイベント最終日だ今日、佐藤さちゃんは、佐藤さちゃん何日番、何日番、飲酒運転1週間わかる、前もだからあのさ前にねさ、自転車ってなんかこう、なんつうの、車とかバイクとか別物だと思ってて、お酒飲んでいいと思ってたから、前もね会ったことはあるけど、でも配信落ちただけなんだよね、配信落ちただけで、そう、私ねマジで知らなかった、 無知だったから。で、火薬さん A 版って何なの、それ火薬さん毎回 A 版って言われるけどね、自転車も厳しい、うん、今韓国にいるよ、え、怖いな、九州とリスナーに対してな、あ、猫ちゃん、あ、とちゃんありがとう、そうだから今さ、大手もみんなバンになるじゃん、リリーさんもそうだしさ、リリーさんなんて結構こうそういうキャラじゃん、毒舌な、たまにさ、でも落ちたことないもんね、あ、ありがとう、あー、リーちゃん、ありがとう、リーちゃん、まゆた、お久しぶりです、まゆたの元気で可愛いが顔が見えてる、まゆた、看板見つけて美味しいご飯食べてくださいね、そう、今日はね、看板チャレンジだ、リリーさん番だって、イベント最終日だからさ、すごいこのイベントね頑張ってたから、なんかかわいそうだね、うん、一日番だって、うん、あの暴言でね、うん、暴言で、うん、この流れ良くないよね、子育てばかりなんとか警察系出てきて、だからちょっとの暴言でもガチ切れって、まあどこまでのレベルかってとこあるよね、そんなになんかこう発狂したとかさ、よっさんとかだってどうすんだろうね、よっさん17ライブ行くって言ってたよTikTok じゃなくて17ライブって、ホワイトでアイテム、こっちゃんありがとう、今日の昼からちょっとね復活しました、ありがとうございます、うん、そう、火薬病気だ、いやもう怖いよ、ふわっちはもう厳しいから、私も韓国、あ、かかちゃんありがとう、韓国いるとさ調子乗っちゃうんだよ毎回、結構暴走して、今までは多分忖度されてたんだと思
通報とか結構されてると思うよ前は。でもやっぱ忖度されて今まで大丈夫だったと思うけど、なんか今もう病棟な感じ、もうできないよそういう暴走とか。そう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 、もうダメですね、うん、厳しくしたらつまらない。そうだよ、 TikTok と変わんないしね。そこがふわっちのいいとこだったのにさ、まゆちゃん今イエローカードだから本当気をつけないとね。いや初めてかわかんないけど、なんかもうツイキャスじゃん、ツイキャス、ツイキャス緩いよね。 A 版映してもさあれだけど、まあただこう、うん、養分お前なら絶対だ。え、なんで養分さんはさナイス剥奪になったの、半日版で。養分、うん、なんで半日、かわいそうだね。え、あれ剥奪ってことは1日って、あれ養分配信やってるくない？嘘つけよ。ありがとう。あ、かちゃん心配おかけしました、ありがとうございます。運営を挑発してた本当か。ちょっと待って、養分のちょっと見てみるか。はい、配信ナイスボタンがなくなってる。え？え、だっておかしくない？一日版になってないのに、かわいそうだなそれ。だ、養分が起こるのも、うん、一日版、え、毎日配信してなかった？そうなんだ。そしたらさ3ヶ月できないから、ナイス、ナイス3ヶ月できない、きついんじゃない。私もう3ヶ月できないから、私は1週間半で、うん、ねえ。しかもこうナイスってさ、すごい養分のすごいところが毎日やってんじゃん、毎月毎月ナイス上位で。なんかそうなるとさ、あ、この人毎日やってるし、なんか養分に押そうって押すんだよ。私も養分に押してた時があって、まあ、それはなんかこう頑張ってるからっつうか、もう押すのがこう日課になってきてさ、そう習慣づいてて、もうほんとずーっとやってる人じゃん養分さんって。なんかこう頑張ってる人がいたらその人に押すけど、基本ちょっと養分に私多分一番押してたかもしれない。それが習慣がなくなっていくじゃん。で3ヶ月後ってなるとこう押し忘れていって、押さなくなっていく人があれ増えるからさ、それがちょっとかわいそうだなって思う。やっぱ継続できる人ってすごいじゃん、うん、継続力、うん、だ養分さんはすごい怒ってんじゃない、うん、いや私なんかさで、こういや私多分もうナイスできないと思うなんか前もうナイスできないと思う。なんでかっていうと、あ、ほいほいちゃん今日ね、食べたよ、食べた昼間。心配かけてごめんね。なんでかっていうと、私ナイスいつもやるときってさ、ちょっと頑張ってんじゃん。なんかやって、
ギリギリ攻めるとこあるじゃん。もう毎月やってない人間は、あの、何かしらこう頑張んないとさ、もらえないから。でも、今までのように内装もらっていったら、そうだから私多分今月もしナイスがあったとしてもなんかバンになってたんじゃないかな。うん、多分調子に乗っちゃうから、うん、あ、ありがとう、今まで頑張りすぎたんだよ。いやそんなことない、やっぱリスナーさんがいるおかげでさ、全然そんなことないんだけど、あの 恋煩いがね、あんまりこうやっぱ慣れないよね、何回も失恋してもね、うん、あ、エマエマちゃん、エマエマちゃん今韓国にいる？エマエマちゃんなんかさ今何してんの？韓国いるよね今。ありがとうございます。いや今回プサン行かないかな、だってもう17日からホテル取っちゃったんだよね、あの都心の方に、もう整形する準備でっていうのと、もうちょっときついなってことで17日からあれだし、で14日あれだしな、キムとご飯行くし、そう、もうちょっと限界かなって、シャワーとトイレがないって、うん、うん、まあ今回の韓国編はこうあれだよ、ラフに行くかな、窓ないと怖くない、ちょっと慣れてきたかもしんないけど、メンタル的には良くないよね、あの何時か分かんないんだもん、マジで何時か分かんない、これきついよねこの空間、うん、朝になっても分かんないんだよ、うん、痒くて起きた、寝ててなんか痒いなって思って、うん、単純ダニだね、うん、そうだ、なんかね買ったんだよ、リエの部屋が痒かった時は対策が、さよならダニー、さよならダニー、てかもらったんだけどこれ、曲の名前ですか、福井だ、何これ、4枚入りでカーペットとか畳枕とかベッドに貼るって、2枚シングルベッドにつき2枚マットレスの間に挟む、これ効くのかな、2ヶ月持つんだってこれ、いや、トコジラミじゃない、トコジラミではない、じゃあ私がこれを検証してみよう、いや、繋がってんだけど、あ、金の話、これをなんかマットレスの間に挟むらしい、いい匂いする、
花火の後どこか行きましたか？あ、花火の後ね、ホルモンにおやつあげて帰ったよ。で、寝てた。じゃあこの枕、こう洋服こうやって枕とマットレスの中に入れとくか。あと1個どうしよう、もう1個入れとくか。寝ても寝ても疲れる、この板なんだけど、このベッド。これも喜んでた。この前ね、食べてくれなかったんだけど喜んでたね、チーズね。あ、やばい、どうしよう。なんか私さ、今日ね、忍法さんに4000円も爆投げしちゃった。4000円も爆投げしちゃったんだけど。で、23時59分に差し込みする、差し込み行くねって言っちゃったんだけど、ちょっと後悔してる。爆投げしちゃった。私ほんと忍法さんのファンだからさ。ファンなんだよ、ほんとに。冗談じゃないんだよ。みんな嘘って言うけど、本当に忍法さん好きだから。変な人好きなのかな。なんかニコ生系の人好きなんだよね。ニコ生出身の人好きだわ。私この前予算にファンタ投げちゃったし。ファンタっていうか、まあ100個を小投げで100個ね。ニコ生出身の人好きなんだよね。なんかこう癖になるというか、ちょっとブラックな人好きだ。ブラックというか沼っぽい人好きだな。好きなんだよ。まあちょっと59分かに考え、まあ、とりあえず差し込みはしようかな。前は変な人好きなのガチで。まあ変わってる人好きになっちゃうかもしんない、いつも。いや、思わせぶりとかじゃなくて本当にアイテム投げてんだって。ああ昔そう、金ちゃんにねジェラピケあげて、そうだった。明日あれだね。ジェラールピケ、ジェラールピケっていうの？ジェラピケって知らなかった。知らなかった。じゃあちょっと考えとこう。で、ちなみになんかさ、あ、つなちゃんがツイートしてたよ。自殺しますって。どうしたんだろうね。まだゼロワンのこと好きなのかな。ツイートしてたよ。中村くん、あいついつも言ってる。まあ実際私もそのまあ騙されてっつうか心配になっちゃってあったな。それで揉めたことがあるから、もう揉めるよ。なんか山田くんが行こうかなって言ってたけど、私それでね、お金の問題で揉めちゃったからさ、本当に死んじゃうのかなって思って。なんか前になんか、あー、ありがとうバラコ。私つなちゃん近いらしいんだけど、つなちゃんちに近いらしいんだけど、あ、そうなんだ。りーちゃん、ここありがとう。いや、でもダメだよ。本当にリスナーさんって優しいから、
みんなこう大丈夫って連絡してくれるんだよ。で私のとこにめっちゃ来てた。なんかその実は私なんかつなちゃんにがそういうことをほのめかした時になんかお金を貸してしまって帰ってきませんとかね。まいちゃんなんか左、あこれかな、縁結びの糸、縁結びの糸結んでる。これはちょっとゴムとごちゃごちゃ。まずは心配でネタとしてはつかないと本当に騙してくるからな。うん、だから振り回されちゃうよね。うん、振り回されちゃうから、メンタルも。なんか私その死ぬって言われた時は直接言われたんだよ。死ぬね、舞ちゃんって LINE 来て。うん。あ、画面、あ、これかな？これ、なんかカーテンのやつ。で、どうしたの？って言ったら、今満喫にいて、もう本当に今から満喫でそうしようと思ってるって言われて、いや、今すぐそこ出てって。したら、いや実はもう何日も満喫代払ってないからここで死ぬって言われて、もうお金も払えないし死ねばいいからさって言われて、それで建て替えてたんだよね。いくらかな、 3万ぐらいかな。うん、でもう帰ってこなくて、それがそう、でも帰ってこなくって、で、ゼロワンとなんかこう、みんなの返金企画あったじゃん。あれがなかったら多分帰ってこなかった。そもそもだからさ、お金を貸してっていうところでやっぱ疑問持たないとね、貸してっていう人とやっぱ付き合っちゃダメだよね。だからどっかやっぱ欠落してるから。前に振り回されます、うん、まああるじゃん、ほら1ヶ月マンション、あ、満喫滞在とかできんじゃん。別に騙されてお金取られてる人結構いるか、お金を出したらダメだよ。あ、そうそう、前、あ、そのだから前も連絡来てるよ、そのつなちゃんの、まあ、被害者みたいな。で、また連絡来てたんだけど、助けてって。助けてって連絡来てたんだけど、もう、返すのやめたらもう連絡来なくなった前は。だからこう、つなちゃんってこう、急、頭いいというか、こう利用できる人の、を嗅ぎ分ける能力がすごいなって思う。だ困ってないじゃん、ずっと働いてないのに。あれはもう周りのリスナーさんの力というか。乾杯さん、もうちょっと、ちょっともうちょっとしたら行く、出るわ。あの嗅覚すごいよね。そうで、頭いいから口も立つしね。何なんだこの人はって思うんだ。ヘイト向けてくるよ。あ、しかも口もうまいんだよ。うん、まあだからそう、才能だよね。その人に頼る才能があるっていうか。あ、ってか聞いてよ。でみんな聞いてほしい。実は私占い師に今日、実は配信終わった後また占いしてたんだけど、また占いしてたんですけど、ちょっとみんなに聞いてほしいことがあって、聞いてほしいことがある。さ、私のツイートを多分その人見てるのかなって思ってて、なんでかっていうと、
まあ、私ツイートで15万使ったって書いたじゃん。でその下になんか辛い時はなんか笑顔をなんか絶やさないでみたいなことをツイートしてたんだけど、そしたら、まあ、あれまゆちゃんなんか変な占い師にすごいお金使ってないみたいな、なんか、まあ、恋の占いしたんだけど、なんか今いろんな人に金を使って占い、いろんな悪い人の占い師の気のオーラをすごいこうまゆさんについてるって。であとなんか占い師になんか辛くなったら笑顔を絶やさないでって言われた変なやついなかったって言われて、え、私それ言われてないな、あれでも私ツイートでそんなようなこと書いたなって思って、なんか辛い時は口角、あ、そう、口角を上げること大事って書いてたツイートで、なんか口角を上げて笑顔を絶やさないでみたいなことを言われてなかったって言われて、それ私のあの持論だからあれって思ってさ、でえ、とにかくあのこのままじゃあの吉谷真由さんもう120号何でさよならブロックで、あのうんしつこいね120号で、あの真由さんはそのいろんな人の お金を使った占い師のせいで、あの本当はいい道に行くのに行けないってオーラがすごいみたいな、で今ならあてかこれを払うのには10万円必要って言われて、あの10万円なんかこう払うのに10万円かかるって言われて、でもその今払うんだったらあのまゆさんは特別に4万円って言われて、今4万円って高いじゃん、4万円ってさ10万円のところを、でもこう最初10万円って言われたんだよね、でそこで4万でも前は4万でいいよって言われて、あれなんかお得なのかなってお得？ 4 万円ってお得？とどう思う？ 10 万円から半額以下の4万円で幸せになれんの？どう思う？うん、それが手なの？そういう手口なんかな？いやーどうなんだろう。あ、ありがとうふうくん。でもさすがに私のねツイートの言葉結構書いてて、最近死にたいって言ったとか、それは全部そのお金を使った占い師のせい、その人は結構お世話になった人なんだけどね、うん、それはすぐにした方がいい、特別価格だから、うん、で私はちょっと迷っててみんなにちょっと相談しようかなって。 4って幸せの4だしね。でいやちょっと私今月占いにお金使いすぎちゃってちょっとピンチなんで、ちょっと待ってもらっていいですかって。でその前にそんな時は走びろこうてのに、でその前に私でいつもその人に5000円で占いしてたんだけど、もう先払いで5000円払っちゃってたから、とりあえず5000円払っちゃったから、あの5000円分ちょっと占ってもらっていいですかって言って、で そっから 10万円の話はそっからで、5000円はもう払っちゃったからって
で5000円分の占いしてもらった結果、やっぱりどう考えてもそのお払いをしないとって、5000円払ってその話絶対にしないといけないですね。そう、絶対ダメ、これガチなんだよね。あのこれでちょっとこれそうよくある手口、私これ初めてなんだよね、初めての体験。あ、リーちゃんありがとう。え、私ね笑われてる、これネタじゃない、マジでネタじゃない。ただちょっと LINE は見せたらそれは失礼だから、その先生に。でも、まあ、一応、まあ、友達には見せた、これどう思うって。したらこれは犯罪だねって。そうかな、そうなんかなって。で、あのいつも払ってることとこと違くて、てかあの振り込みいけるって言われて、あれ今までの払い方と違くて なんで振り込みなんだろうっていう。被害者増えるの不正。でも私がこれ占いって難しいよね。だってさ、占いってさ、訴えるとかできなくない？できないよね。だってねえ、できないよね。いや振り込み詐欺っていうか、いや別に強制はされてないけど、まあ、振り込んだら幸せになれるみたいな感じかな。まあでも一瞬なんかそこでなんかシラフになった、今回の件でちょっとシラフになったかもしんない。ちょっとリリーさんに相談しようかな。リリーさんにちょっとこれ送ろうかな、 LINE。 これちょっと見せ、メディアに見せ、配信で見せないでいただければ、同じスピ友としてこれどう思うって。ちょ、リリーさんにこれ送るわ後で。リリーさんへこんでるね。同じこう仲間としてどう思うんだろうって、占い師にお祓いする力持ってないよ。お祓い神社とか寺でするよ。まいちゃん騙されないで。私結構ね、占い師に遠隔であの浄化とかしてもらうんだけどね。浄化してもらうよ、あの電話占いとかで。じゃあマキさん、あの目をつぶって10秒深呼吸してくださいって言われて、はあ、なんか楽になってきましたかみたいな、あ、なんかリラックスしてきました、はあ、はい、5000円ですってあ、確かになんかリラックスしてきたんだでも深呼吸したらリラックスするか。今なんかちょっとシラフになってきたと。私あの洗脳されやすいよ、すごい、あの依存しやすいし、そうだね、占いはね、もう中学から好きだからね、もう中学生の頃から原宿の母にも通ってた、お小遣い。ありがとう、初コメ。
そう、もともと人をあんま疑わないとこあるし、あんまりなんかそうだね、人間不信なことがあっても基本またそうなんだよね、懲りないっつうか、いや占い師訴えれないんじゃない、だってあの強制ではないからさ、ちゃんと選択肢くれてるからどうするって、いや私はもう多分1000万以上は使ってるんじゃない、1000万以上は軽く使ってると思う、31年間生きてんだからもっと使ってるかな、だって中学生の頃からだから多分1000万を超えてると思う。ただね、宗教にはハマんなかった、あのおかんがあの宗教だからさ、なんかそれが嫌でさ、お金に余裕があるっていうか、余裕なくってもお金が余裕ないんですけどってまた占ってたよどうしたらいいですかねとか言って、どうしたらうまくいきますかとか、そう、韓国ご飯まだね今日1回しか食べてないけどあんま食欲ない、眉は理想高くないけど大丈夫すぐ、えってかさどうなんだろう、私は思ってないんだけど、なんかその人男性に対していつもすごい素敵な人と付き合ってると思ってるんだけど、なんか周りには眉は男運なくてなんか微妙いのに、微妙いくせになんか最悪なんかうまくいかない人が多くて、なんか微妙いくせに難しい人と付き合っててって言われるんだけど、私男が悪いのかな、いっぱい食べな、えでもなんか今日ね昼間食べたら急に胃がびっくりしちゃって、あのなんか今あんま食べたくない、マイの思う素敵な人、え、マイが好きになった人かな、だって好きにさせてくれたってめっちゃすごいことだから、私なかなか人好きになんないよ、うん、もうなかなか人好きになんないけどね、完売チャレンジ、うん、まああと1時間ぐらいしたら出ようかな、あと1、うん、配信 1時間あと20分したら支度するじゃん、うん、結婚したいと言いながら、まあ、好きな人が好きだからさ、うんうん、そんなことないんかな、わかんない、どうなんだろう、まあでもなんだかんだ毎年恋してるからそれっていい方か、毎年恋してるって、うん、ああそうなんだ、まあそうか、恋大きかな、ノートになりこうなりたい自分とか願いとか、あピンクの字で書くといいらしいよ、うん、ピンクの字で、うん、元気そうでありがとう、あこれ忍法さんと同じカテゴリーが良かったな、いつか忍法さんとあのデイリー一緒になったらちょっとよろしくお願いします、これ違うんだよな、
まあ、毎年好きな人ができるのは幸せなことだね。そう、忍法チャレンジっていうのもすごいしてみたくって、してみたいんだよ。まあ、感想4時間ぐらいかな、私でしてみたい。今度挑戦してみよう。声大きい女、この前機長くんして、それが1時間半でやってたんだよ。あれギリギリでやるから面白いよね。でもまだ私の力ではそんな1時間半じゃ無理だから、せめて感想で挑戦してみたいと思います。患者であと20分したら支度するね。じゃあ、前またパスプさん、いや時間がね、あと9日間でしょう。いや、きびいよ。14、15、16、17、10、きびいなって感じかな。今日木曜日する。で、髪の毛もアイロンしてないからさ、ね、アイロンがないとちょっと髪の毛がこうボサボサっぽいからさ、メイクしてもね。完売、そうだね、みんな好きだもんね、完売さん。久々にちょっとお酒飲もうかな、あ、部屋変えてもらってない。あ、そうだ、リエにさ、その前にリエにあのお土産あげよう。なんとですね、リエにエルメスの財布を買いました。いつもお世話になってるリエにあの高級なエルメスの財布、それ見たい。それ、うん、エルメス、いや本物、本物って言ってたよ。これはね、カード入れ、カード付き。ちょ、開けちゃおうかな、分かんない、これエルメスなのかヘルメスなのか分かんない。ヘルメスかな、ヘルメスっていうブランドかな。あ、なんかこれ革もめっちゃしっかりしてる、これいい革だわ。韓国って革がさ本革だからあのいいんですよね。でこれ小銭入れと、ここ カードがいっぱいあって、これいいね、普通にこれいいね。あのスイカとかさ、これヘルメスかな。これがエルメスだったら欲しかったなね。こうちょっとこうコンビニ行く時とかにさ、いいねこれ。これをちょっとリエにプレゼント、あ、これエルメスなんだ、ありがとうりーちゃん。そうそう、黄色い財布ってさいいんだよ。まあ、これもあるし、プレゼントあげすぎじゃない。でも、
これなんと3000円だった。3000円、だから元値分からんけどね、いいねで言ってるよね、いいねで。3000円ってどう思う？皮もしっかりしてる。でも3万ウォン、看病してくれたお礼、いや、いっぱいあるよお礼の物、うん、何が失礼なの、別にいいじゃん、気持ちなんだから。あのさ、プレゼントは気持ちなのに、失礼とかあなたにあげるわけじゃないから、あなたにあげるわけじゃないから、そういう言葉が失礼。そういう言葉が、こういうのは気持ちだからさ、喜んでくれると思うよ。何でも喜んでくれ。あ、でもリエは分かりやすいかな。いらないときは、なんか分かりやすいよ。分かりやすいね。お前もっと根っこ見た方がいいよ、うん、そうな、うん、まあいいんだよそんなことは、うん、あげようかちょっと支度してね。これが何でもいいんだよ別に。これがヘルペスだろうがね、エルメスだろうが、リエ喜んでくれる。彼にもらっても嬉しい。あ、でも私さ、キムにね、もらった財布、これ、ロエベ。これ、海外旅行用にしてるよ。盗まれてもいいように。これね、本革。すごいしっかりしてる革。これは海外用。普通に嬉しい。これは韓国はさ、革が安いんだよね。とにかく本革、本革。そうそうそう、汚れてもいいようにとかさ。だこれは大切に使ってる。これすごい綺麗に使ってる。もう3年ぐらいだけど、これはすごいちゃんと使ってる。私黄色好きなんだよ。財布は黄色。黄色はいいことだから。これはちゃんと使ってる、大事に。あちゃん、ありがとう、うん、あちゃん、豚さん、ありがとう。豚さん、まゆかわいい、ありがとう。あ、じいちゃん、ありがとう、うん、心配かけてごめんね。なんかね、ちょっと上、私多分ね、本当に相当だと思う。気分の上がり下がりがあるね。忍法さんも多分相当だと思うんだけど、忍法さんと同じ病気かもしれない。ちょっと今、うん、ねえ、異常だなって思う。手術19日ですね。19日、うん、まあ、だから19日から1週間ゆっくりしようかなって思ってるよ。日本に帰ってきてあれしようかなって。そううつなかなか治んないんだよね、うん、あ、突然叫んだりするよ。
わーとか、これね電車でやっちゃったことがある、うわーとか言ってやっちゃったことあって、一回だけね、なんかこうストレス感じた時にやっちゃうんだよね。あ、みーちゃんだめ、あ、みーちゃんありがとう。それ昔、まあ5年ぐらい前だけど、一回だけやって、あ、やばい、なんかこうストレスを感じたら、なんか叫ぶっていうことっていいこと、発散になるらしくって、定期的にわーっていうのが癖だったんだよね。単純にそう病気とかじゃなくて、で間違えて電車でやっちゃったのそれ癖になっちゃって、そう。だからこれはね、キャリーちゃんも知ってるし、あ、タクマも知ってる、ゼロワンも多分知ってるし、ゼロワンも知ってるし、ツナちゃんも知ってる。やーっと急に叫ぶ、うん、うん、ありがとう、あまりマカロン、リーちゃん、ゼロワン無限、遠藤かなめ、遠藤かなめって誰、治療しないと危険なの。まあでもね、それは治ったというか、山田くん感じたなの、え、感じたって男なんの、感じたって女性の病気じゃない、おめえ感じた3回ぐらいなってるよ。あの1回なっちゃうと何回もなるからね、山田くん気をつけないと何回もなるよ、うん、前も3回なってる。免疫力が弱まると、あまりや忍法さんに、あ、リーちゃん、あの、いいんだよ、あ、リーちゃんマカロン1個とか、あの差し込みで11時59分マカロン1個、眉から来ましたって、りーちゃん分かった？りーちゃん、マカロン1個だよ。差し込みたい出撃って言って、みんなマカロン1個とかだよ。やっても、11時59分。りーちゃんありがとう。差し込みたい出動って準備 OK とか言って。いやでも分かんないよ、ニーポさん配信やるか分かんないけど、うん、まあその気持ちが嬉しいと思う、ニーポさんもね、いいんだよその気持ちで、まあでも嫌がらせって、私今日4000円爆投げしてるからね、忍法さんに4000円爆投げしてるからさ、うん、私にとって4000円かなりの爆投げだからね、初投げ爆投げ、うん、占いできるからね4000円あれば、ありがとう。まあでもやるかわかんないけど、藤井さんおはよう、体調、いやなんかさっきちょっとすぐれなかったんだけど、なんかちょっと横になったら、寝たらちょっと元気になってきた、寝たら、おでこ綺麗な、あ、ちょっと家はね、夜行性だから絶対起きてる。あ、そんであれ聞かなきゃ、あの金の話、金どうすんのって、お金どうしたらいいのって、うん、前に4000円投げたら爆投げし、違う、前自身は4000円っていうのは
爆投げ師ってこと。マユが投げたらかなり4000なんて。ニコ生出身の人やっぱ好きだな。乾杯さんとこ今から行く。でもすごくない、ニーポーさんって爆投げ師がつくからさ。ありがとう。火薬A版って本当かな。火薬さん暴言でしょ。暴言ではなんないんじゃない、なんないと思うけど。でもなんかもうメンタル来てるよね。引退、なんか休止しますってタイトルでなんかいつもやってるイメージ。火薬さんってなんかもう火薬さんちょっとそろそろダメかもなって、累積、まあ、金ちゃんそう明日退院らしいんだけど、まあ私会えないしね金ちゃんには、会いたいけど会ってもらえない。だ無理やり会いに行くしかないね金ちゃんね。あこれねパックにもなる、ちょっと置いてみたいな。なんかリエ最近美意識高くなっててしょっちゅうなんか顔に顔をパックしてうろついてるよ。ずいぶん顔色良くなった。なんか眉ってさ結構顔の一日一日あれ今日顔がなんか変動結構すごいよね。めちゃくちゃブスの時とか、なんかダウンタイムって時もあるじゃん、ブスすぎて。あれなんか今日可愛いなって時とか、なんか振り幅がすごい顔の、リエと配信少なくね。まあリエ配信者じゃないからね。自分もそう、そう私むくみやすいんだよね、むくみやすい。ある？でも結構言われる、こんなに顔変動する人いないって。私朝寝起きめちゃくちゃ顔ブスらしい。元彼に言われた、めちゃくちゃブスだよねって。じゃあちょっと支度するか。あ、じゃあリエのお土産、あ、今から行くんですけど、本当に好きだね。完売リスナーさん待機してんだじゃん。あのリエのお土産をちょっと紹介しますね。これ一覧、これ440円かな。このカップ麺1個440円一覧、高すぎて買ってみた。これこれめっちゃ高い。であとラーメン、バラエティパック、日本製のラーメン、ちっちゃいやつ。でまあね、韓国人が好きな赤いキツネと緑のタヌキとパックね。これかわいいでしょ。お土産でもらって嬉しいよね。できなこ餅ってさ、これきなこ餅、きなこ餅、これ日本のお菓子だよねきっと。日本オリジナルだよねこれ。だから買ってみた。あー韓国配信好きなんでめっちゃしてください。ありがとうございます。
キュンちゃん、花火ナイス、キュンちゃん、ありがとうございます、キュンちゃん。で、まあ、これは日本限定だったから、明治、これ日本限定抹茶味のお菓子と、で、あとリエはよくお灸やってたから、これいいんじゃないかな、じゃん、火を使わないお灸。いつもね、火をつけてなんかやってたけど、これは火を使わない、よもぎと温熱効果で肩すっきり、そう、血行良くする、疲労回復、筋肉のこりをほぐす、これをちょっとね説明、ノーファイヤーって言えばよくね、ノットファイヤー、であとまあピップエレキ版、頑固なこりに効く、これもうリエも結構年だし、今回はこれかなりセンスいいと思う。これ日本オリジナル、火を使わない、うん、でもさ、思うんだけど、これさ、めっちゃお土産あるじゃん、なんか一個完売にあげてもよくね、なんかお財布もあげるしさ、私リエにどれか一個さあげない、うん、どれにするじゃん、みんな選んでいいよ、さすがにこんな3ついでもね、ラーメンか、男だしね、一蘭、この高い一蘭あげんの、分かってくれるかな、これ高いんで、これ450円するよって、これあげる、一蘭。でも確かにこれさ、ちっちゃいから、これさ足りないよね、いいよ選んで、じゃあコメントで多かったやつにするわ、うんうん、コメントで多いのにする、いや一蘭は絶対知ってると思う、一蘭、一蘭バラエティパック、たくま、一蘭、あ、一蘭が多いね、でちゃんと言おう、これ460円だよって、ラーメンセット、きつねたぬき、あ、今こっち対こっち、こっち対こっち来た、たくまが増えた、謎に、でこれだって家にあげるから、うん、もういっか、これど、これどっちもあげちゃう、だってリエに前、昨日この前キツネとタヌキあげたよね、どっちもあげちゃうか、これ、うん、そうだね、これあるし、だってリエにこれと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 これだもんね、十分だね、確かに、十分ですね、いやちょっと待って、でも私キョンシーにも合うから、やべえ、キョンシー、キョンシーに合うんだよね、実は、キョンシーにこれあげようかな、キョンシーにこれあげよう、いい、キョンシーこれ、あのこっちキム、キムじゃんや、完売、うん、一番キョンシー、どっち、どっちでもいいんだよ、うん、じゃあキョンシーこっちで、キョン
子若いから、あのインスタグラムやってるからこういうの映えるから、うん、じゃこれキョンシーで、うん、でこういうシンプルなのが完売好きだと思う。あ、キョンシー知らないの。いや、あーそうか、子供いるね。確かにキョンシーね、忘れてた。まあでもキョンシーにはあのマユティをね持ってきた、ちゃんと、うん、あ、そしたらキョンシーにこれもあげよう。子供いるから、これもなんか、あ、これなんかほら日本のさ、日本のお菓子らしいんだけど、こんな子供じみったのって思ったけど、ほらこれ面白いね、これ子供喜ぶじゃん、子供にって。これ日本オリジナルのお菓子。じゃあこれとラーメンパックで最高な、最高に喜んでくれるわ。じゃあこれはキョンシー、うん、いやこれマジ捨てようと思ってた。やっぱこれいらんかなって思って、お大人にこんなのって思って。はい、いい感じ。まあ、完売は別に私金払ってるからね、結構見ついてるから、まあ、こんなこれ、じゃあ支度するよ。もあった、これも日本オリジナル。あ、忘れてた、これも、これ日本オリジナル。これもキョンシーの子供にあげるか、子供いてよかった。あ、人気あるんだ、よかったよかった。キョンシーの子供にね、なんか嫌なんだけど、本当にアイロンないの嫌なんだけど、これでいっか。じゃあちょっと待って、ミョンドンの近くですか。あ、よっちゃんありがとう。いや、ミョンドンの近くではない、チョンノサンガっていう駅。看板いるときは前髪あげるの、じゃあアイロンがないんだよ。で、前髪キモいからあげてる。キョンシー前回受け取らなかった、何を。キャリーちゃんのプレゼント見たお店でアイロンあったあったあったんだけど、なんか前回も買ってなんか悔しいっていう、また買うの悔しい。今から行くよ、寒いからちゃんとあったかくしないといけません。いや、マジ頼むよ、いてほしいな、頼むよ、ほんと。え、リエに今から渡してそのままキョンシーのとこ行けばいいじゃん。
どんだけ私は嘘つきだと思われてんだよ。稽古とかさ、リエ存在するから。なんか私の嘘つきっていうのもさ、私のアンチが嘘つき嘘つきって言ってるからさ、嘘好きなんだっていうイメージ持たれてるけど、例えばそれってさ、仕方がない嘘だったからね、たくまとつなそういう関係だったとかさ、言えないじゃん。配信者見た嘘つきなのに、なんで眉ばっかり言われるんだよ、そこの件に関して。ちょっと待ってね。大好き。ちょっと待って、元気や。よいしょ。よし、行くぞみんな。かじゃ。あ、その前にちょっと トイレ行かして。ちょっと私これ。ちょっと待ってて。よし。いや、唇荒れてんなって思って。みんなここ住める？無理だろうね、私しか。私しか無理だろうね。家起きてるからな。行くぞ。乾杯チャレンジ。
今回スイートルームじゃない、なかった。余裕ないよ。ちょっと待ってね。覚えてる？前さ、いつもさ、ね、このストップってなんだろうって言ってたの覚えてる？この上って何があるんだろうって思ったらさ、あの普通の繋がったホテルだったんだね。マイキー、ソム、ソム、ソム、これソム、あ、オッケー、オッケー。え、待って待って、あ、違う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 、ラーミョン、ミニラーミョン、これ。너무많다선물이。え？선물이왜이렇게많아？何？何？Thank you. で、아니 あ, ありがとうございます。で、これ、あ、これ、ノットファイヤー、ノット、ノットファイヤー、ノーファイヤー。ノーファイヤー？이게뭐지？うん。ノーファイヤー、ここ。네。누구지？준식씨？네。응。이게ノーファイヤーが뭐야？ノットファ、ノーファイヤー。아、여기뜸뜸。で。아, 아알았어알았어아저기해마다한국에오는일본친구인데선물가져가갖고설명하고있어선물받았어지금아유튜버예요어유튜버유튜버응어어 네. 그다음에네설명해주느라고지금그래그래뭐그래뭐이거뭐야또그래뭐그래뭐노트파이어아이거노트파이어헤드아프다고그러니까그거붙이는거사왔어파스같이 내가맨날여기손목이아프거든아일본게좋죠좋아요파스예파스좋몰라나는유명해요난잘몰라그랬지아마설명해응설명해이거는과자응과자응이거는응모찌왜자판니즈모찌응모찌응알겠다왜이거아그래사사이프아이거응그래헤르페스아헤르페스응비싸잖아응그치미쳤어응이거크라이디에난때때너왜이렇게비싼걸가져왔어아월렛도월렛도너무비싸다응응응고마워어떡하지난줄게없네뭘줘야되니헤르페스한국말알아들어지금여기서번역이되나봐아응너너제발나좀사진에나오지말라고 그래일본으로일본저일본저녁에나가는거야이게지금듣고있는데누가크레이지
って言われた今。あ、イプだ。うん。プリティ。イプだ。うん。うんうんうん。How many？ あ、これ金？え、うん ？How many？ How many？ People。People？ あ、これ。今。え。1300명 보고 있어요. 진짜 그러니까 나 얼굴 나와요? 네, 이 사람 인기 때 난 진짜 인기. 아. 유명한 사람 같은데. 私の my fan が 네, 난 진짜 인노. 아, 나오면 안 돼. 나는 안 나와요, 안 나와. 아, 아까 작년에 팬 팬 때 난 뜨는 게. 하도 나를 내보내서. 팬 때 난 뜨노. 私 아. 아, 먹어 봐, 먹어 봐. 아, 나 그거 받대. 아, 도도. 아, 팬. あ、アイムペンがあの、うん、イプだ。あ、イプゲー。イプだ、イプだ、イプだって。アイムピグ。なんデジラブで言い出さない。なデジや。うん？本よかった。オッケー？うんうんオッケー。어떻게당지저분한데？うん？みなやまあね。あ、そうだそうだ。あの、あ、言わなきゃいけない。あのルームんルーム待って金の話ちょっと待ってね金の話しなきゃいけないもうそれでネットから、うん、メール来ましたこれ1300名ボイスこれあのホテルあ何ちょっと待って料金うんうんうん。なんかインターネットで料金を間違えているって。だ、本当だ。だ、나오면안돼。あんなはやんない。これこれ。うん。ちょっと。これこれ。ちょっと좋았어。料金間違えてるって。Why？ 아니야。で。昨日オーナーが Why? Why? どうしよう。저기이사？응？응응응。なんか。왜왜왜사가해？で、部屋の料金部屋の料金を多めに支払ってるって今、うん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 、で会社から来てない、うん、の、うん、방값을냈어저기이사계방룸룸룸비냈어요피피룸피예피피룸피룸피룸피피피 F E E F E 피피ってどういうことだろういや値上げじゃない룸피야방을뭐라그랬지룸피ってどういう意味룸맞아룸일본어로도아일본어로는몰라요응응その人に見せてみよう。あの、俺、여기予約했는데방이없어갖고다른여기이삭으로보냈거든거기서있거든 Did you pay a room? Did you pay room? Fee 가 Fee. Room fee. 야, 요요건맞는데 Fair. Room fair. 저기미나야내가알아볼게사장한테세오どうしたらいいんだろう。반값아직우리한테는입금안됐어우리가안했는데이끌었대어우리가반값을나중에회사한테받으면저기우리사장이그이삭한테보내는거야유기されてない너는지불안해도돼아오케이오케이어떻게해야되지まだ入金されてないやつ오케이オッケーオッケー分かった。あ、Thank you。あらさま。うん。じゃあ。ありがとうございます。ああ、オッケー。マイキー、今から go to the あの
メンズデート、メンズドリ、ビールパーティー、うんうん、アルコールパーティー、おー、くれ、うん、バーイ、バーイ。メンズアルコールパーティー、おかしい。まあ、まだ入金されてないってことだからどうしたらいいんだろうね。リエ喜んでたけど、なんかみんなに配ってたんですけど、みんなに配ってた。いやだからさっきの部屋が3800円の1泊でも、あれはあの本当は1800円。ちょっと待ってね。よいしょ。じゃあ行きましょうか、うん、会社側が前に返せばいいだけ。でどうなん、ね、でかあの歌なんだっけ、と思うよ。じゃあ今から向かいたいと思います。完売チャレンジ、今会いに行きます。スタート。いやでもなんか人が少ないな、人が少ない。正月ありがとう。なんか静かだなって思って、よし頼む。やばいやばい、もう曲がりくねったら、あれちょっと待って、いるかもしれん。ちゃんと屋台あるわ、ちゃんと屋台ある。完売まであと5メートル。あ、でも屋台少ないな、屋台少ない。いやもうこれてかどれだし、こんにちは、こんにちは。あ、イルボン。ユーチューバー。あ、コリア。あ、笑顔が素敵。アンニョンハセヨ。アンニョン。あ、ジャパニーズオンリー。あの、ハングルの。声ちっちゃいね。あ、ボイス、ショートボイス。笑顔がかわいい。イプだ。スマイルイプだ。うん。I'm very happy. ん？You are beautiful. あ、thank you. 今からアルコールタイム、アルコールタイム。OK? Thank you. Bye. Bye. Bye.
やーマジで いやこれちょっとあ、これかな、これじゃなかったっけ。いやでもなんかね、いないいないいないからわかんない。あ、怖い。似てるよね。誰もいない。あ、いたいた、乾杯、いた、乾杯だ、乾杯、いたよ、みんな乾杯、いた。いた、やっと会えた、やっと会えた、感動する。ちょっと入ろっかじゃあ。なんか感動する、やっと会えた。ねえ、 YouTuber、え？ノーノーノー。ノー？え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 ？ノーノーノー。え？ノー？그우리저런거가안좋아해요막찍는거여기서못찍게돼있어요에막다른거안받아줘요ちょっと待って待って待って、忘れてる？ちょっと待って、写真あるかな。ねえねえ、誰かさ、うちらの通称写真と撮ってくんない？うちらの通称さ、誰か DM 送ってくんない？今私のこと忘れてんのかもしんない。誰か通称なんか持ってない？頼む、 DM で送ってほしい。からって言おうか、うん、金使うってなんていうの、いやでもなんでだろう、わ悲しい、マジもう終わり、完売と。YouTube あるね。ちょ、もう一回見せるか。でも今日ね、忙しそうだわ、今日忙しそうだね。ほら全部席埋まってるから
ちょっと改めてちょっとこれ見せてみる。次うちらのこの時の、わあ、あの多分あのほらここの席って一人じゃダメなんだよ。一人じゃダメなのここはね。これを断られるんだよどっちみち。あそこしか空いてないからそういうことだと思ってる、うん、そうそうそう。前カウンターだったんだけどテーブルはね一人じゃダメ。まずちょっとうわマジかマジか。なんかさ廃れた廃れたね。ここのロードもっとこうずらっとしてたようなイメージなんだけど、うん、いやあそこは無理だよ。もうカウンター開かないと。じゃあカウンター待ってみる。じゃあカウンター待ってみる、うん、とりあえずカウンター待ってみて開いたらもう一回やってみるか、待つのはいいじゃん。待つのはいいじゃん。わあ混んでるわ。席が空いてない。席が空いてないの。今日配信つけながらやめとこう。配信つけなかったら行かないよそもそも。あ、じゃあとりあえずどっか席入ってすくの待っとうかな。じゃあ、いやここ一番混んでる。ここ一番混んでますね多分。完売の完売が人気なんだろうね。販売が売れっ子なんだと思う。そう一番混んでるもんだって。だからあのなんだろう、テーブルは余計にちょっと一人は無理なんだと思う。やっぱ面白いもんね販売。タバコ吸う。いやだって前あの YouTuber って言ったらめっちゃ俺の料理もっとあのね作ってるところを見せろって、あのカメラをさすごい触ってノリノリだったから、いけると思うんだけど。やってたらノリノリだった。一番ノリノリだったしさ、一緒に料理作ったしね。そうそうそう。あー傷つく。 No It's not here at the hotel. What I meant to do is this guy's food.ノーって言われた、うん、いや揉めたないよ。揉めてないんだけどな。
お姉ちゃん今日いないね。ソンムルだけ渡してみるじゃん。スマホ落として割れたら切れるだろ、そりゃ。割れたままで今も。このスマホ見したら覚えてると思うけどね。日々、この日々は覚えてるって言ったら、でも喧嘩売ってるか。動画見たら、まあちょっとやっぱずっと接客してるからさ、私なんて一回来た人なんてあれなんかもしれないし、ね、とりあえず今何時ですか、ちなみに。今って何時、飲みのピークって何時だろう。11時だから、今飲みのピークだから、終電もあるから、ちょっとどっかでお酒飲まない、うん、ちょっとどっかで30分ぐらい飲んで、終電だったらもうちょっと人減るんじゃないかな。とりあえずどっかでちょっと待機します。じゃあ、うん、諦めたくない。あ、ここ空いてるし、いいんじゃない。次よ、ワンピーポー、あー、ライブ OK? OK? 어디서왔는데、あ、ジャパニーズ、日本、日本、ライブ OK? ライブ、ライブ안돼、あ、の、ライブの、あー、ライブのか。ライブ、ああ、オッケー。Thank you。え、なんかさ、ここ厳しくなったとこある？なんかこのロード。祝電はないね、電話とか。少なくなったんだろう。いや、韓国って基本断られることなかったからさ、うん、インカメにしてみた。あ、もうないわ。もうない。綺麗です。あ、綺麗です。あ、Thank you。 あ、ジャパン、日本語ちょっとできます、ね、ちょっとできます。あ、ちょっと頼ってみようかな。韓国の旅行ですか。韓国の旅行で、あ、か、ライブ OK? 私 YouTuber。はい、オッケー。そうです。こんにちは。あの、悩んでて、私悩んでます。あの、行きたい店があります。そこでこれを見せるか。これ
こんばんは。こんばんは。ハート送ってみんな、ハート。ハート。恥ずかしい。恥ずかしい。これは恥ずかしい。あ、これハートハート。イエーイ。これ。ああ。ね、あそこ。あ。で。どこで。あ。で、今すごくこの方が人気、フェイモス、フェイモス。で、また今から行こうとしたら、はい、ノーと言われました。なぜかな。あ、よかったら聞いてくれませんか。あ、ここは別になんか、なんか知らない。知らない。ああ、私の考えてるの、うん、わかんない。そんな感じです。あ、そんな感じ。前は仲良かった、仲良し、前、昔。ああ、じゃねえ。あ、韓国の旅行は好きですか。いいですか。面白い。面白い。一人でここに来ますか。一人で、YouTuber ライブで旅、旅行、バケーション、イルボン、あ、韓国大好き。うん、私も、うん、大阪、うん、ちょっと待って、通訳する。ここに、うん、待って、通訳してみるわ。ちょっと待ってね。韓国人のレジにカメラと知らない。ああ、なるほど。ああ、そう。 Thank you。 日本人だから言えないが全然違う、全然違う。韓国人のできません。ああ、 OK。 Thank you。 ありがとうございました。いい旅行ですか。うん、ありがとう。さよなら。さよなら。なんかあそこ前のせいかわかんないけど、ライバーが増えたらしい。あの、ライバーが増えて、なんか 無断でライブやってる人が増えて、販売が嫌いになっちゃったんだって。そのカメラの、あの、個人的に嫌いになっちゃったんだって。日本人だからとかじゃなくて、いろんな人があそこで、面白いじゃん、看板って。そうそう、だから悲しいね。お菓子だけ渡してみるか。うん、お菓子だけ。いや、眉の効果っていうか、単純に完売が面白いからだと思う。ちょっともう一回ラーメン渡して、うん、一覧渡したら、もしかしたらいいかもしれないしね。うん、うわぁ、頼む。カップ麺持ってきてよかった。
や、カメラこれでこうやってやるから隠す、カメラついたら。人見知りなんだよな、看板いない、カウンター開いてる、あ、違う、こっちか、あ、開いてる、看板、あれどっちだっけな、看板いない、まだ OK、いや、看板も見つけたら、もう携帯隠す。で、もう一回話してみて、ライブダメかなって。看板がいないね。サバキューどこにいるんだ。動画も見せて、動画の準備して、金もある、10万ウォンあるって、前隙間にいたんだよ、隙間いない、隙間に挟まってない、隙間なし、こっちか、あ、いたいたいた、うわ、いた、うわ、緊張するな、ダメって言われて、いたいたいた、で、カウンター開いてる、ガラガラ、カウンターやっと開いた、ワンモアチャンス、ワンモアチャンス、金はある、오빠 여기 나와 있어. 여봐 오빠 맞아. 오빠 오빠 여봐. 내가 말했잖아. 그때 이때 일본에도 방송 나왔는데 내일 나잖아. 지금이에요? 아니 전에 했던 거 억울해갖고 이거 보고 그러니까 내가 말.